キハ130系機動車は1988年から2002年まで北海道旅客鉄道に在籍していた一般系機動車。北海道内の各路線では地域輸送の主力として日本国有鉄道時代末期からキハ22系、キハ40系100番台などの一般系機動車が使用されてきた。これらの在来形式は一両で運行可能とはいえ、 全長20メートル級の大型車であり、輸送密度の小さい線区を多数有する、北海道においては収容力が課題になりがちであった。従って、ローカル線での運用コストを最適化するための方策は、国鉄時代から続く重要な課題であった。JR 北海道の発足直後、低コスト運用可能な車両メーカー企画型の小型軌動車導入が試みられ、 新潟鉄工所製の NDC シリーズを基本にワンマン運転可能な合理化車両として制作された形式がキハ130系である。1988年から1990年にかけて新潟鉄工所で11両が制作され、もっぱら、日高本線で使用されたが、基本構造と使用環境の不適合から老朽化が著しく2002年までに全車が廃車された。 札幌市内に放置されている、キハ130から5の廃車体本形式は1988年度に5両、1990年度に6両が、日高本線に投入された。これによって、日高線列車の所要時間短縮と運行の合理化に貢献した。しかし利用者からの不満の声が多く、1990年頃高等学校教職員組合村川は、 高校班によって行われたアンケート調査では、車内が狭いといった意見が多数上がった。そして、軽量車ゆえの脆弱さが早々と問題になっていく。1991年1月8日に発生した、遊仏付近での踏切事故で、事故車は脱線転覆、特に低運転台の前頭部が大破し、運転士は両足切断という重傷を負った。 1996年1月12日にまたしても、踏切事故が発生。この事故でキハ130から5が離催して、原型をとどめないほど大破し、修理不可能だったため、同年2月付で廃車されることになった。さらに、札死室の一重二段窓や、デッキなし構造といった、本州以南向けの汎用車と大差ない使用のため、当機の車内保温能力が低く、さらには、 海岸沿いの区間が多い日高本線の路線環境から後半の薄い軽量車体が早期に塩害腐食するなど短期間のうちに問題点が顕在化し早期の置き換えを余儀なくされたのである。老朽によるトータは1998年10月4日から開始され2000年度までに一般の運用を終了した。イベント用に日高ポニー色とされた。 キハ130から8のみ残存したが、2001年6月17日のさよなら日高ポニー号をもって完全に営業運転を終了した。同社が2002年度に廃車され、全車が除籍された。JR 発足後に製作された旅客車の新形式では初の廃車による形式消滅である。本形式と多後の日高本線の運用は、 本形式時代のダイヤを維持するため大出力機関を搭載したキハ40型を再び投入することで賄っている。コストダウンのために投入された本形式がかつて日高本線から転出させた車両と同型の車両に置き換えられるという皮肉な結果となった。車歴表全面強化工事、緊急案内放送装置取り付け工事、自動通報装置取り付け工事、 ありがとうございます。